はい、というわけで明けましておめでとうございます。サカツク通常会でございます。今年もこのスタンスでやっていきますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで、一発目のサカツクやっていきたいと思います。ちょっとね、前回の動画がね、このカメラがね、新しくしたんでね、4K でね、撮ってしまってね、マグのパソコンが悲鳴を上げました。というわけでね、毎回画角が変わったり、映像の質が変わったり、何かしらあるかもしれません。ちょっとね、ポスターもね、新しいのにしたんですけどね、多分今ね、入ってないと思う。ちょっとね、画角をいろいろ調整しながら手探りでやっていきたいと思います。はい、どうも、マグロンと申します。はい、というわけで、通常のサカツク会やっていきたいと思います。こんな感じ。ね、アーセナルで、いつも通りやっていきたいと思います。ただちょっと机がちっちゃくなりました。下まで見ないといけない。はい、というわけで、じゃあ今回は1月4日付サカツクやっていきたいと思います。これカメラはこっちだったね。俺今全然違うところをね、オープニングから見てるかもしれない。これね、マイクの風貌をずっと見てたかもしれない。はい、というわけでじゃあやっていきたいと思います。まあ、いつものようにここにブワンとサカツク動画を映しておきたいと思います。まず前回までのおさらいとして、星6監督の、なんつったっけシャビは本当の名前。なんだっけなんて名前になったんだっけ、あの監督さんは。名前なんていう名前になってたんだっけ。いやいや、もう GB1 万5000もあるんだね。やっぱりね。すごいね、やっぱり。はい、というわけで、シャル・ビンデス監督でした。もうすっかり忘れている。はい、というわけで、今こちらに、シャル・ビンデス監督の、メンバーになっております。31万ということで、30万超えを果たしたんですが、メンバー見てください。ひどいです。まず、左サイドバックはレジェマのギャラク、中央突破で枯半になっているので、なんか特別なスキルを多分付与できないでしょうね。ポゼッションじゃないので、中央突破なので枯半の部分だけ何もスキルがついてない状態になってますね。で、まあちょっとご覧くださいね。左ウィング、エヴァンス、センターフォワード、ピエール、誰やねん。はい、というわけでですね、これ無料900連で、やった時の彼らがですね、まさかレギュラーになると思いませんでした。ひどい話です。ポゼッションで優秀な選手っていうのがいなかったっていうことでしょうね。エヴァンスって何者よ。しかも8戦しかないということを見ると、ごとつできなかった口ですね、これはね。ちょっと見ていきたいと思います。これはひどい。ちょっと見ていきましょう。ほら、チャンピオンズセレクション93。でも、ボールピッカーとスティルハントの極意はちゃんと覚えてます。ポゼッションだから。いや、でもそれにしてもひどいな。これがレギュラーを務めなきゃいけないのか。で、試しにですね、他の、例えばピエールに関しては、エンバペにしたんですけど、エンバペにすると能力が、数字が下がってるんで、ピエールの方が上っていうことになっております。いや、これはどうしようかね。せっかくの星6監督なんですが、ちょっと弱いですね。いや、数字は高いんだよね。30万超えてるんだからね。だからちょっとこれ、どうしよう。ね、だから強いと言っていいのか弱いと言っていいのか。そしてペレ、ガウショが使えない。ここら辺もね、ちょっとマグとしてはね、ちょっと心が痛いですよね。せっかくのブラジルのね、ガチャでごとつした選手たちが使えない。まあでもね、今回はしょうがないですね。はい、じゃあ次行きたいと思います。じゃあまずはお知らせ読んでいきましょう。いや、これはね、ちょっと、シャビ監督、ちょっと厳しい戦いになりそうです。はい、というわけで、じゃあまずは見ていきましょう。いつも通り、はい、まずはこれから見ていきましょうかね。金河神殿でございます。ね、筒神殿でございます。目上の人には言ってください。三が日限定 3000GB プレゼント。前回の動画でね、袖の下って言った通りね、皆さん袖の下もらえたんじゃないでしょうか。3000GB、マグももらいました。これはね、三が日までにログインしておけばよかったんで、もう過ぎてます。4日から逆付けやり始めたという方にはもらえません。残念。もうサクサクいきましょう。監督チケットスカウトのラインナップが変わりました。こちらは、ラインナップ、星6レッピーが入っているので、ちょっと後で引きましょうか。いや、今引こうか。後ででいいか。もうこんな感じのテイストでやるのは変わりません。はい、というわけで、じゃあ続いていきましょう。一気にいきましょうかね。こちら、予告が来ております。これはちょっと皆さん大事なやつですよ。はい、予告が来ております。第47回 SWCC が来ております。開催日時が18日、そしてその真ん中に書いてあるエントリー期間が11ということなので、来週がエントリー、再来週が本ちゃんということになっております。今回ね、星6監督、レッピー並びにシャル・ビンデス監督を起用することができるので、マグもね、4戦術全部30万超えを果たしましたので、非常に強くはなったと言っているんですが、前回はあまりいい成績じゃありませんでした。ただ今回はね、この星6監督を使ってね、頑張ってやっていきたいなと思っております。ただ、マグが星6監督を使えるわけじゃなくて、みんな使えるんでね。みんな使えるんでね、あんまりね、そんな大した差はないと思います。だってみんな使えるんだからね。失礼。はい、というわけで、まだこんなもんか。よし、ここでちょっと一旦区切りますか。一旦カット。はい。というわけでですね、今ちょっとね、切りましたけれども、前回撮った 4K の動画をですね、メモリに入りっぱなしだったので、今ね、画面が真っ赤になってましたね。最後まで撮れてるんでしょうか。非常に、たどたどしい作りになっております。いやー、やばいね。4K って、撮れるんだね。今のカメラってね。いやいや、知らなかった。4K ってどれぐらいでかいの ?5000 ピクセルとかですよ。意味わかんないですよね。ペイントで5000ピクセルまで広げてみてください。どれだけでかいかわかるから。はい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 。まあいいでしょう。はい、じゃあやっていきたいと思います。次は、曜日マッチが新しくなっております。マグはね、まだインターコンチクリアしてない国がいっぱいあるんでね、こういうところもね、実はね、地味に撮ってたりします。台湾とかは撮ってないんだけど、ね、台湾だっけ香港だっけなんだっけね、なんかそこら辺の国もあったじゃないですか。ね。あそこら辺はね、残念ながらね、やんないだろうなぁと思ってね、やってないんですよね、そこら辺はね。まあまあまあ、もういいでしょう。別にやったからといって。はい、というわけでじゃあ行きたいと思います。はい、月曜日はセンターフォワード、ピエール、フランスのアタッカーになっておるんですが、先ほど今は私、ピエールが出てるとかなんとかさっき言いましたよね。シャルビンデスのメンバーにスタメンでピエール出てます。あれは星5の方です。今回は星4。はい、というわけで、星4ピエールが来ております。フランスの、フォワード、坂つくめピエール、モデルはジャンピエール・パパン、ジャンピエール・パパン選手でございます。いやいや、懐かしいですね。84年から2001年までプレーしておりました。実に438試合、228ゴールということで、恐ろしいぐらいのキャリアでございますけれども、マルセイユで、バロンドールを手に入れております。ACミランなどでもプレイしている方でございます。無料900連の方でここは詳しく話していると思うので割愛したいと思います。もうどの動画かは自分でもわからない。はい、というわけでじゃあ火曜日行きたいと思います。センターバックヘルベイ、デンマークのセンターバックでございます。クラブ情報はね、ないんですけどもね。センターバック、坂つくめヘルベイ、モデルはトーマス・ヘルベグ選手でございます。こちらもね、マグと同年代の人ならね、なんとなくもう名前は聞いたことあるかなと思います。89年から2010年までプレーしておりました。キャリアの多くはセリエ A でございます。ウディネーゼ、AC ミラン、インテルと渡り歩いているようです。ミラン・インテルって大丈夫なのかね。なんか当時何か遺恨を残した可能性はありますけれども、ね、そういう移籍の仕方をしておりますね。で、マグはデンマークをまだやってないので、これはね、ちょっと取りに行きます。そしてゴールキーパー、イングランドのゴールキーパー、ジーマン選手でございます。坂つくめジーマン、モデルはデイビッド・シーマンでございます。はい、というわけでね、1981年から2004年までのキャリアがあります。アーセナルで400試合以上出ております。レジェンド。ね、だからさっきからやっておりますね。レジェンドでございます。ジーマンの後はレーマンでした。これがややこしい。ね。はい、というわけで、続いては右サイドバック、木曜日、右サイドバック、なんて読めばいいかは分かりませんが、今橋健二なのか、今橋健二なのかは知りません。ね、そこら辺はまあ、どちらでもいいでしょう。今橋健二、モデルはありません。ね、サカツク架空日本人選手っていう、家庭用版でよく出てきた選手の一人でございます。まあ、マグのね、家庭用版サカツクのブログの方にね、載っておりましたけれども、日本人ランクとしては、4位から10位の間のどこかでございます。一応4番目には書いてあったんですが、あれは4位というわけではございませんので、まあ、でも4位って紹介しちゃってるかもね。うん、4位って紹介しちゃってるかも。はい、というわけで、架空日本人選手でございます。3本指には入らないということでね、A ランクの選手でございます。まあ、サカツク家庭用版やったことのある人だったら、まあよく名前聞くなっていう感じですよね。取ったか取らないかは別にして。はい、次。金曜日、ボランチ、セネガルのディフェンシブミッドフィルダー、ジゼ選手でございます。サカツク名、ジゼ、モデルはアリウシセでございます。今回のワールドカップを全試合見たっていう人だったらね、もうこれは簡単な答えでございましたね。今のね、セネガルの代表監督でございます。2015年から代表監督、セネガル代表監督を続けていますのでね、もう2大会連続で監督をやっております。1994年から2009年までキャリアがありまして、パリ・サンジェルマン、バーミンガム、ポーツマスなどでプレーしておりました。セネガルがね、ワールドカップで旋風を巻き起こした時に、選手としても出ていました。そして今は監督としても出ている。アベマで言ってたのはあれだったかな。セネガルっていう国が、ワールドカップに出てる時には、全部このアリウシセはね、絡んでいるそうです。選手でも監督でも。ね。ちなみに今大会は A 組2位で通過しております。決勝トーナメント1回戦に進出し、イングランドに敗れております。ね。なかなか優秀な監督になっておりますね。はい、というわけで以上、曜日マッチでした。まあ、セネガルもあるんだっけ？セネガルって、サカツクのインタコンジにあるんだっけ？もしあるんだとしたら、俺は多分やってない。だって今、記憶にないんだから。セネガルで集めたことがないから今言ってんだよね、多分ね。ってことはないかな。セルビアはありそうだけど、セネガルはどうでしょう。まあ、わからない。まずは、目の前のポーランドをクリアしたいと思います。はい、というわけで、今週のやること。ででん。レジェンドマッチやりましょう。はい、というわけで今週はこちらレジェンドマッチが来ております。新星5選手、デッスラ選手でございます。欧州セレクションスターズなんですね。国籍はギリシャ、サカツク名、デッスラ選手でございます。モデルはトライアノス・デラス選手でございます。トライアノス・デラス選手でございます。ですね、身長196センチ。なかなかの調子でございます。93年から12年までキャリアがありまして、主なクラブとしてはペルージャ、ローマなどに移籍しております。ほとんどはギリシャで、国内リーグでプレーしておりました。ユーロ優勝メンバーでございます。ポルトガルをね、初戦、決勝で破って、まさかのギリシャ優勝。ね、奇跡のギリシャ優勝の時のメンバーでございます。コーナーキックでほとんどゴール決めてましたね。超守備的サッカーでございました。あの頃の選手です。さあみんなゲットしましょう。ごとつ。まあ AB だからね。まあ我々オールドサカツクファンにはね、もうオールドになっちゃうんだね。にはね、まあ稼働日からやってる人にとってみたらまあいらないんですが、はっきり言っていらないんですが、まあ取りましょう。そしてミッションがあります。レジェンドマッチを行うことに監督スカウトチケットがもらえるので、まあ、これはガンガン回していきましょう。そして、レッピ星6、手に入れましょう。そういう感じですよね。はい、というわけで、以上、デスラ選手でございました。ここでまた一旦カットして、次は、ガチャのお話、そして、じゃあ監督チケットとか無料分もまだあるので、そちら引きたいと思います。一旦カット。はい。というわけで、動画を3つに割っている理由は、どうもカメラのね、撮れる時間ってのが決まってましてですね、8分でね、ちょきちょきファイルが切られてるんですよね。これが前回 4K だったからなのか、何なのか分かりません。今回は 4K ではございません。4分の1まで容量を下げて今お送りしております。さあ、画質はどうなんでしょうか。はい、いきます。今週のガチャが来ております。ピックアップスカウトボリューム50となっております。サイドアタックの南米セレクションスターズの新星5戦士たちがレベルマックスで登場ということなので、動いてるところで見ていきたいと思います。はい、というわけでこんな感じになっております。なかなか魅力的な選手たちですね。皮肉です。はい、というわけでじゃあちょっと見ていきましょう。なんと、無料ガチャの選手たちと相席してますよ。これはめんどくさい。これは非常にめんどくさいガチャになっております。ただ今回のボーナスガチャなのは間違いなし。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。左サイドバック、レナン・ロディ。リクパレートトリプル。いまいちかな。そして能力は AB でございます。なんだかいつものボーナスガチャ。ねえ。取ったところで使わない。ねえ、もうそういう気配が漂っております。さあ、次はトップ下。ジオバンニ・ロチェルソ。ロチェルソって今回、代表選ばれてたのかな、出てたっけか。ワールドカップ見たんだけどな。やっぱりちょっとデパウルの印象が深くてね、ちょっとしょうがないんだけど。いたらごめんなさいね。途中出場で出てたらごめんなさいね。AB でございます。エンジェルパス。あ、でもエンジェルパスか。ショートパス系はね、欲しいからね。どうせ引くならロチェルソがいいかもね。いや、ちょっとね、スキル餌にすることも考えたいですよね。ウィリアンでございます。元アーセナルたった1年。ね、開幕がピークだったあのウィリアンでございますけれども、今名前忘れたね、一瞬。ドリブルはね、いらないんだよな、あんまりな。タックルとパワーが中断。あ、相手のか。まあ、面白いスキルではあるから、まあ、こっちの方もいいのかな。A になってるが使わない。はい、というわけで、まあ、どうでしょう。外れはロディですかね。そんな感じになっております。これはボーナスなので、今回のレジェンドマッチで使えるということになっております。というわけでね、引くんであれば、星5確定チケット。こちらで引くのがやっぱり無難なんじゃないでしょうか。はい、見ていきましょう。星5確定チケットの中にボーナス選手は入っているんでしょうか。はい、ペテッツィ引けたらラッキー。はい、来ました。ウィリアン。ロチェルソ。ロディ。はい、というわけで、久しぶりー。見てこれ、ここら辺かな。星5確定チケットが、なんと、49枚あります。ね、使いたくて、しょうがなかったの、ずっと。なのにね、使わせてもらえなかった。なのでね、ちょっと、ようやっとですよ。皆さん、ようやっと。やっとですね、本当に皆さん、本当にお待ちかね。というわけで、まあ、当たりはペテッツィでございますね。ボーナスじゃないのかいって感じだけど、ペテッツィが当たったらラッキーですよね。そして、今回のメンバーの中では、前も言ったように、ガッビアだったかな。あとは、ジェズス。覚えてないなぁと。アランもそうですね。覚えてないなぁと。ね、まあ、そこら辺が、確か、スキルがね、いいスキルなので、引いたら、スキル餌にもなるので、そういうのも狙っていきましょう。はい。ちょっと9枚ぐらい引きたいね、今回ね。ちょっと49枚は多すぎるから、ちょっとね、いっぱい引いてもいいよ、これ、今回。出なかったでいいよ。デモリッシュタックル、これ。これが当たりですね、デモリッシュタックル。あ、ほら、来ました、ガッビア。というわけで、このガッビア選手は別にごとつするつもりは毛頭ないので、スキル餌になります。とは言ってもね、タックルが必要な選手ってもう限られてるけどね。パスカットでいいのないかな。というわけでガッビア選手ゲットしました。センターバックガッビアでなんか取る必要とかってあるかね。取っとく必要あるかね。ガッビアがこれから先とんでもない能力を引秘めているんだったら取っときたいんだけれども、どう？ガッビアってすごい。はい、またガッビア来ました。おい、ガッビアごと出てきちゃうんじゃないの？はいはい、ガッビア 2体目。でもそんなにタックルばかり欲しいわけじゃないのよね。ねえ、本当にこうやって映ってる時にさ、ペテって1回でいいから、その、とんでもないね、やっぱり確率の 0. いくついくつ、そういうのをね、ちょっとガバッと引いたいところですけども。ブラジルの攻撃兵、嫌な予感。いや、本来はいいんですよ。だってボーナスガチャですから。まだ早い。ボーナスガチャを引いて、ボーナスの選手が出てがっかりするって何ですか、これ。はい、というわけで、3体でボーナス引いちゃいました。いやー、そうですか。引いちゃいましたか。はい、というわけで、引いちゃいましたか。まあ、引いちゃったんだから、まあ、ここで一旦終わりますけれども。どうしよう。なんかちょっと動画外で6体ぐらい引いちゃう？ねえ、もう本当に。ちょっとショックですけども、じゃあちょっと監督も引いちゃおうかな。レッピできたらいいですよね。もうこれはめんどくさいんで、10いっちゃいましょう。これからね、また監督チケットいっぱい手に入るそうなんで。来たんじゃない？来たない？来たない？ダメー。G よ、3次クリック、クルーマンが来ました。まあでも、まあ、星5のね、監督が、いっぱい来るのも悪くはないんでね。レッピもいいんだよ、来て。いいんだよ、レッピが来ても。レッピが来てもいいんだよ、来ないね。来ないね。はい、というわけで皆さんもね、ぜひぜひ、星5確定チケットで、ガンガン選手引いちゃってください。さあ、そして無料ガチャもね、ちょっとやっていきましょう。ちょうど折り返し地点なのでね、半分来ております。さあ、皆さんもぜひ、無料スカウト忘れずに引いてください。マグはね、ナルベルトだっけ？あれをね、2体取りましたかね。まあ、別に取ったところでっていう感じなので、どうしようかね、別にね。あまりなんかこう、それで使うかっていうと使わないんでね。非常に厳しいところではあるんですが。まあ、それでも、いるいらないはかかわらずちゃんと引きましょう。ここら辺の星4、星3はコインになりますので、ぜひ、皆さんお忘れなく、毎日1回10連ね、引きましょう。星5の選手が出てきてもね、もう、いらないことはいらないんでね、もう、即売りでも、おい！誰だっけ？カルル。カルルだそうです。もう、中身見ないで売りたいところですけれども、誰なんでしょうね、カルルだって。お、コープマイネルスだ。今回ワールドカップ出てた。途中出場でよく出てた、オランダで。イランか。イランはあんまり知りませんね。マルシッチ。あ、まあ1体出たってだけでまあいいんじゃないですかね。ナルベルトとかちょっと出てくれるとね、格好がつくんですけれども、格好はつかないまま終わりましょうかね、これはね。やっぱりね。ああ、来ないですかね。で、もう1体はね、まだ引いてないですね。はい、というわけでこんな感じになりました。まあ、カルルっていう選手をゲットできたようです。はい、というわけでね、星5確定チケットを使って、ボーナス選手引いて、レジェマ、ガンガン回していきましょう。あともうちょっとで AP が満タンになっちゃうので、マグはこれから先やっていきたいと思います。今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、というわけで、どうしようかな。こんなに余ってんだよな。あと6ぐらい引けばよかったかな。まあそれは皆さんの判断にお任せします。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。いやー、こういう時に限って早く引いちゃうんだよね。